ダルウィン・ダニエル・マチス・マルカーノは、ベネズエラ・デルタ・アマクロ州出身のサッカー選手。ベネズエラ代表、グラナダ CF 所属。ポジションは FW。2011年8月にベネズエラ・プリメーラ・ディビシオンのミネロス・デ・グアヤナで、プロデビュー。プロ1年目の2011から12シーズンに28試合の、出場で8得点を記録し、当時18歳で、 ベネズエラ代表に選出されるなど、超新星 FW として注目された。2012年7月、イタリアのウディネーゼ・カルチョに移籍した後、提携チームにあたるスペインのグラナダ CF と5年契約を締結。8月20日のラー・ヨ・バジェカーの戦でリーガデビューを飾るも、チームに馴染めず、2013年1月にビトーリア、SC にローン移籍して、以降は、 あらゆるチームとローン遺跡を繰り返すシーズンが続く。2015年8月6日、セグンダ・リビシオンの s d u スカにローン遺跡で加入。2015から16シーズンは38試合の出場で9得点を記録し、同後自己最高のシーズンを送った。2016年8月16日、プリメーラ・リビシオンに昇格した CD。 レガネスにローン遺跡での加入が決定した。2018年7月18日、ウディネーゼ・カルチョに遺跡した。2019年7月28日、グラナダ CF への復帰が決まり、4年契約を締結した。2011年12月に、ベネズエラ代表に初招集され、22日のコスタリカ代表戦で代表デビューを飾ったものの、東欧後の不信もあり、しばらくは、 フル代表に招集されていなかった。2018年9月7日のコロンビア代表との親善試合で代表初ゴールを挙げたが、チームは1から2の逆転負けを喫した。同年11月には、キリンチャレンジカップ2018に招聘され、来日を果たしている。2019年6月22日のコパアメリカ2019、グループリーグのボリビア戦では2ゴールを決め、 3から1の勝利に導き、決勝トーナメント進出に導いた。ありがとうございます。